ビレル・ボカージュの戦いは、第二次世界大戦中の1944年6月13日、フランスのカーン南方の村、ビレル・ボカージュで行われたイギリス軍とドイツ軍の戦闘。イギリス陸軍第7機構士団の先法と、ドイツ軍 SS 第110戦車大隊及び、装甲共同士団が衝突し、ドイツ軍が勝利した。特に SS 台110戦車大隊。 第2中隊長、ミハイル・ビットマンの活躍は名高い。1944年6月6日、ノルマンディ上陸作戦が発動された。フランスに上陸を果たした連合軍は順次内陸部への進行を開始。連合軍の作戦計画では早期に確保すべき重要拠点がいくつかあり、カーンはその一つであった。しかしながら、カーン全面では、 ドイツ軍の総攻共同士団らが強固な戦線を形成しており、正面からの攻撃は多大な損害が予想された。この方面を担当するイギリス軍第21軍集団司令官バーナード・モント・ゴメリーは北アフリカ戦線で活躍し、デザート・ラッツと称された精鋭の第7機構士団に総攻共同士団の側面を迂回させ、艦士を攻撃することを狙った。 この作戦はパーチ作戦と命名された。D-Day の3ヶ月前、ベルギーで第 1SS 装甲師団の第13戦車中隊は SS 第110戦車大隊に合流した。この大隊は TI 戦車で構成され、その打撃力で火消しとしての役割を期待されていた。大隊長はハインツフォン・ベステルンハーゲン SS 少佐。彼のには東部戦線で 戦車100両を撃破したミハエル・ビットマン SS 注意を、はじめとして、バルタザール・ボール、ヘルムート・ベンドルフ、カール・メビウス、ユルゲン・ブラントラ戦車エースが多数配属されていた。D-Day の時点で SS-110 第110戦車大隊は、フランス北部のピカルディ近郊に駐屯しており、迎撃のために、ノルマンディへ向かうよう命令を受けた。制空権が、連合軍に握られているため、 輸送列車が使用できず、自力走行で、ノルマンディへ向かうことを余儀なくされた。目立たぬように中隊ごとに分身したが、連合軍の航空攻撃によって、少なからぬ車両を喪失した。6月12日には、ビレル・ボカージュの北東に、第2中隊が到着、第1中隊はさらに北側に位置していた。6月13日午前8時、 えの175街道を進軍していた第7機構師団の先方が途上伸びれるボカージュを占領、一時停止して急速に入った。もっとも近くにいた SS 第111戦車大隊第2中隊は偵察によってこれを察知していた。ただし、おそらくこの時点では中隊長ビットマンはまだ敵が大部隊と知らず、小規模な先行部隊と考えていたと思われる。 そのため、彼は、偵察を兼ねて、単独で出撃することとした。イギリス軍、ドイツ軍、第二中隊長ビットマンは単独で先行出撃することとしたが、彼自身の205号車は、不調のため、222号車に乗り込み、長年の領友である、バルタザール・ボルを報酬に呼んだ。単独で出撃したビットマンは、市外の南方に回り込んだ。イギリス軍の隊列を分断し、 中隊の他の戦車と攻撃するのが彼の作戦であった。このため、中隊の他の戦車は、ビットマンの交戦開始と同時に、高二213へ攻撃をかける予定であった。午前9時、ビットマンの T 側は、攻撃を開始した。ビレル・ボカージュの南側からボカージュを乗り越えて、奇襲をかけ、攻撃開始と同時に3両の戦車を撃破した。ライフル銃兵と装甲車が反撃したが、 静止させることはできなかった。その後、東方の高地213方面へボカージュを遮蔽物としながら向かいつつ、街道上の車列を攻撃、9台の搬送機車、4両のカーデンロイドキャリア、2門の6ポンド対戦車砲を撃破した。さらに進んで3両のスチュアート系戦車、1台のハーフトラックを撃破、レモニア農場付近で、 クロムウェル戦車4両のうち3両を撃破した。午前10時、高知213では、第2中隊の他の戦車が第4、ロンドン義勇騎兵連隊 A 中隊に攻撃を仕掛けていた。イギリス軍は、第1、第7クイーンズロイヤル連隊及び、第5王立戦車連隊に、ビレル・ボカージュへの突入を命令した。高知213の、第4連隊 A 中隊を概ね壊滅させた。 ビットマンと第二中隊は合流してビリル・ボカージュへ向かった。壊滅状態になった A 中隊は正午に合流したメビウスの第一中隊に包囲され降伏した。市街地に入ったところでビットマンは2両のシャーマン戦車と1台のスカウトカー、1台のハーフトラックを撃破した。さらに市街中心部へ進んだところで第四ロンドン義勇気兵連隊 B 中隊の シャーマンファイアフライによる攻撃を受けた。ティーガー・アイの走行はこれに耐え、ビットマンは反転しつつ反撃した。そこへ、ディアス単位のクロムウェル戦車による攻撃を受けたので、ビットマンは市外から抜け出そうと交代した。しかし、建物の中に潜んでいたイギリス軍の6ポンド対戦車砲による攻撃を側面に受け、ティーガーが行動不能となり、ビットマンと乗員たちは脱出した。 ビットマンと上院は7キロメートル離れた、装甲共同師団の司令部まで歩いた。支援要請を受けて、第130戦車共同連隊、第2大隊指揮官、ヘルムート・リトゲン隊は、砲合戦車15両で、ビレル・ボカージュへ向かった。途中、装甲共同師団司令官のフリッツ・バイエルラインと合流し、ビレル・ボカージュからティリーへの道路封鎖を命じられた。 しかしビレル・ボカージュの西でイギリス軍の全州防御陣地に遭遇した。ビットマンはシュビムワーゲンで高に213人いる第一中隊の元へ向かい、ロルフ・メビウスにビレル・ボカージュへ突入するよう依頼した。メビウスの第一中隊は装甲共同師団のレックス隊員の指揮する砲合戦車14両と共に市外へ突入し、イギリス軍と交戦した。この時点で、 イギリス軍は迎撃体制を整えており、激しい抵抗を受けた。第1、第7クイーンズロイヤル連隊によって3両のティーガー戦車が撃破されたが、1両は後に修理された。午後4時、ビリル・ボカージュにドイツ第2戦車師団の不評が到着。第7機構師団戦法の損害は多大なものであり、この新手の来園にこれ以上の交戦は不可能と判断して、 撤退を開始した。翌日、イギリス空軍がビレル・ボカージュ付近を爆撃し、ドイツ軍も後退した。イギリス軍第7機構師団の損失は以下のようなものである。これに加えて、多数の将校、兵員が支障をないし捕虜となった。多大な損害を出した第4、ロンドン義勇騎兵連隊は、連隊長クランディー中佐が捕虜となった。ドイツ軍の損害は、ティーガー愛戦車六両。 砲合戦車五両という比較的軽微なものであった。第七機構師団の損害は大きく、特に機動力の要である装甲車両を多数喪失したのは致命的だった。これによってドイツ軍装甲共同師団の側面を迂回してカーン氏を攻撃するという作戦は不可能になったのである。また、ドイツ軍の抵抗が予想以上に大きかったことから、以降バーナード・モントゴメリーは、 身長というより、鈍重な作戦指導をするようになった。ビットマンの戦果は、蒸気のように目覚ましいものではあるが、課題に宣伝された感は否めない。D、D 以降、ドイツ軍が劣勢になる中で、首脳部は士気を高めるための英雄を必要としており、この戦闘とビットマンは、格好の宣伝材料だった。このため、ビットマンは単独で、 戦車30両以上を撃破したと発表された。しかしながら、ビットマンが撃破したのは27両の戦闘車両であって、27両全部が戦車ではない。彼の戦火の内訳はとなる。ただし、それでも、ビットマンの戦火が大きなものであることは、変わりはなく、SS 第1走行軍団司令官、ヨーゼフ・リートリヒにも高く評価された。六月十二日、 相当官邸に出頭したビットマンへ、ビレル・ボカージュでの功績により、白洋剣付き騎士十字章がアドルフ・ヒトラー・テズから授与され、合わせて SS 単位に昇進した。現在のビレル・ボカージュにはこの戦いを記念した、1944年6月13日通り、という名前の道路があり、Google マップで見ることができる。ありがとうございます。